はい、おはようございます。朝の散歩に来ています。今日は5月の28日で火曜日です。空はね、雨降ってます。ということで今日はキューちゃんは休みです。昨日からね、もうすごい雨降ってるんですよ。昨日の夜はね、すごい雷で、もう初もね、怯えてしまってね、机の下に隠れたりね、もう玄関でね、避難しようって言ったりね、わやです。そう言うたらね、今日朝起きてね、外の庭見たらね、バラがね、また折れてたんですよ。橋も折れたし、バラも折れた。もうええことなし。血圧は高いわ。まあそんな時もあるんですけどね。僕、血圧のね、動画をね、ちょっと見たんですよ。この医者が高血圧の嘘っていう動画を出してて、それを見たらね、なんかね、納得できたんですよね。基本の血圧って言ったらね、コロコロ変わってるんですよ。高血圧の基準が変わるっていうことは、今正常な人がそれが変わったことによって高血圧になるということです。それだったらみんななりますよね、高血圧に。そもそもなんでね、血圧が上がるかって言ったらね、上がるのは正常なんですよ、ということです。年取ってくると血管も細くなってきて、血圧が上がるのはまあ言うたら普通なんですよ。血管が細くなるとやっぱりね、血圧を高くして血液を送らないとダメですよね。だから血液が血圧が高くなっていく、まあ正常なことなんですけど、それをね、薬で抑えるとね、また弊害が出てくるんですよ、ということらしいです。簡単に言うとね、それで血圧下げたんやったら、一番に食生活を見直すしかないんですよ。まあほんで僕で言ったら、まあ、食生活は見直したんで、あとはこの血圧が普通だということです、僕にとって。逆にね、この血圧の薬を飲んでると、アルツハイマーや何だった、なんか脳が萎縮するとかいうのがあるみたいなんですよ。他に病気も何点かあったんですけど、ちょっと忘れたんですけど、まあアルツハイマーになるのは嫌やな。要するに正常な血圧を下げるっていうことは、やっぱ体にも影響が出てくるっていうことなんですよね、その医者が言うには。なるほどなっていうことが何点があったんですけどね。ほんで血圧が低い人はね、やっぱ体温も高めなんですよ。だからそんなに血圧を高くする必要がないから、低い、なんかそうらしいです。血圧低い人は体温高めなんでしょうか。僕どっちかって言うたらね、手足ね、冷たくなりがちなんですよ。もう冬なんかね、ほんま手足冷たいんですよ。だから血圧が高くして、そっちに血を送ってるということなんじゃないでしょうかって勝手に思ってて、ほらもう僕血圧の薬いらないじゃないですか。飲むのやめようかな、今日からね。はっきり、いや試しにね、もう飲むのやめてみます。逆にね、血圧を下げたらね、病気になるというリスクもあるんですよね、ということです。まあ自然に逆らってますからね、何が起こるか分からんというやつですね。という感じでした。昨日もね、雷ひどかったな。
というかね、もうこれ梅雨じゃないでしょうか。まだ梅雨入りは発表されてないんですけど、これ梅雨っぽいですよね。僕で言ったら、この血圧の薬を飲んで何か変化があったかって言ったらね、最初はね、軽いちょっと頭痛がしてたんですが、もう忘れるぐらいの、でも今となってはもうそんなことないんですけど、それだけなんですよね、あったのって言ったら。今日のニュースはもう見てないんですよね、今日。まあマイナンバーというかね、僕ね、あんまクレジットカードもね、ほとんど使わないようにしてるんですよ。このインターネットで買い物するだけ。アマゾンと、まあ楽天とかそういうところで買い物するときは、このクレジットを使いますけど、まあ言うたらなんでかって言ったら、めんどくさいから。まあクレジットが一番簡単だし、そこでクレジット使うんですけど、あとはね、もう現金、いくらポイントとかね、使おうとかね、そんな関係なく現金。もうクレジットカード使うとね、もういくら使ったかね、わからなくなるんですよ。でどっちかと言ったらね、僕はね、現金や、もうその辺で買い物するのは全部現金。そっちの方がね、いくら使ってるかっていうのが大体把握できるからいいんですよね。確かにね、小銭が溜まってね、めんどくさいなっていうのもあるけど、もうそこはね、そんな気にならん。小銭をね、両替するときでもね、なんか最近、有料じゃないですか。あれ、なんとかならん、なんでなのと思うんですけど。小銭ね、家にない、大量にあるんですよ。まあ、1円玉ばっかり。で、お札の話するとね、もう、新しいコインとかね、出るとね、もう、ほんま使えんのですよ。僕散髪屋行った時、自販機でしかチケット買えないんですよ。僕それしか持ってなかったんですよ。あとは1万円と500円玉しかなかったから、で1万円はそこ使えないんですよ。で500円玉をね、何回も入れたったんですけどね、全部出てくるんですよ。で店員に言ったんですよ、500円玉出てくるんだけどって言って、な、他のお金で払ってくださいって言うんですけど、いや他のお金って持ってないじゃないですか。でわざわざもうね、どっか行って崩してきて払ったんですけど、ね、面倒なんですよ。なんで使えないお金を出すかなと思ってね、という感じです。一つね、ニュースあったんですよ。鹿児島県ではね、子供が土曜日も登校するみたいなんですよ。まあ言うたら土曜日を登校するということにしてるんですけど、それで何が変わったかというのを検証してたんですけどね、まあ、学力がちょっと上がったみたいなんですよ。まだやって始まったばっかりなんでわからないんですけど、でも教員のね、ほとんどの方がね、8割の方が土曜日休みたいって言ってるみたいなんで、ほらみんな休みたいやろな。ほら子供も休みたいかもしれんけども、でもしゃあないやん、しゃあないやん。僕もどっちかって言ったらね、土曜日はね、授業あった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。子供にね、暇作ったらあかんと思うんです。今ではないかもしれないけどね、もう時間を余らせたらいかんと思うんですよ。
俺だったら学校行ってた方がいいやん。まあそんな感じです。で、鹿児島では土曜日も登校するようです。初めて知ったんですよね、それ。でんちゃん待ってたー、でんちゃん。けいちゃん待ってたか。けいちゃん。すごい雨。けいはい、今日のご飯ができました。今日の朝ご飯はもち麦のご飯に。残った味噌汁に、ヨーグルトです。あとね、野菜炒め。これはね、もうど忘れするんですけど、野菜炒めです。舞茸に、しめじに、なすびに、玉ねぎ、人参とね、入れました。あとはこっちは味噌汁は、卵と、はい、味噌汁。やっぱね、朝は味噌汁です。体に舞茸、もうこれは味付けしてないです。なすび。ハツはね、玄関にいました。キューちゃんのね、ソファにいます。ジュンちゃんね、その辺にいましたけど。はい、今日はこんな感じです。はい、焼き芋、これキューちゃんにあげたいと思います。はい、こんな感じです。え、もう食べてもだ。はい、けいちゃん。けいちゃん、ここ落ちてる。けいちゃん、はい、いいもんだよ。けいちゃん、いらんのかな。食べた。はい、終わり。